ども皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いましていろいろな音楽に挑戦していきましょう。さあ今回はですね、嵐のカイト、この曲を取り上げたいと思うんですけど、これですね、今日はですね、アーカイブアップロードということでですね、以前ガズレレ取り上げたものをそのままこの後シェアします。このタイミングなぜ今シェアしたかというと、つい先日嵐のこのカイトがリリースされまして、今これが超話題になっているということで、もうねこれ嵐がもう解散ということでね、もう最後のね作品なのではないかというふうに噂されているんですけれども、これすごくいい曲ですね。またねこのタイミングでもう一度皆さん取り組んでみましょう。で今回のバージョンはですね、簡単バージョンでもちょっと見慣れないコードが出てきてしまうんですけど、バッチリ解説しておりますので、はい。まあこの曲は皆さんご存知でしょうけれども、紅白でも歌われた曲で、2020年オリンピックっていうねこう応援歌的な要素もあったんですけど、まあ皆さんご存知の通り、まあこういう状況なんですけれども、この曲は米津玄師さんが作られた曲ということもあって、なんかこう不思議なメッセージとかパワーがありますんで、ぜひとも、ここでもう一度こうシェアして皆さんに大いに歌っていこうということで、この後シェアしてまいりますので、この後まるまるね、今年の2020年の1月にご紹介した動画なんですけど、ちょっと私その当時なんか、ね、目が赤いんですけどね、あんまり気になさらずに、はい、わかりやすく解説しておりますので、ぜひ、取り組んでみてください。それでは、アーカイブアップロードどうぞ。どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。本日は嵐のカイト、こちらの曲をこのウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。こちらの曲は2020年 NHK オリンピックのテーマ曲として米津玄師さんが作った曲ということでございまして、話題騒然です。紅白でも披露されてましたよね。はい、いつもの2バージョンやってみようと思いますけど、今日ちょっと普段見慣れないコード出てくるんですけど、しっかり解説して簡単バージョンに仕上げてますんで安心してください。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもできるようにした簡単バージョン、後半はいろんな弾き方をミックスしたさらにかっこいいバージョンでやろうと思います。さあ皆さん大好きな曲、今歌いたい曲、CD 聴いたりカラオケで歌ったりするのもいいんですけど、自分で楽器と一緒に弾いて歌う弾き語り、ぜひ皆さんこれ楽しいんですよ。めっちゃ楽しい。始めてください。これねやったらわかるこの楽しさ。だけど楽器は私苦手なんだよ、難しそうじゃないかとか思うじゃないですか。ウクレレだったらすぐできます。ウクレレ簡単なんですよ。弦も4本だしね、ちっちゃいからいつもこう触ってられる。ほんとねこれねやってください。面白いですから。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどん弾いて歌えるようになります。もうちょっとしたらこの辺にリンクあるんですけど、このリンク先の初心者リストはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りで動画を見てウクレレ触ってるだけで、あれ私今もうできてるんじゃないのとすぐなりますからね。はい。YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見られるし、無料です。どんどん楽しみましょう。じゃあリンクあります。初心者レッスン、ここ行ってらっしゃい。クリック！行ってらっしゃい！そこにはガズが今まで取りためた、ありとあらゆる世の中にある曲を、ウクレレで超簡単にできるようにしたレッスン動画としてすでに1000曲ですよ。1000曲以上アップロードしておりますんで、お気に入りの曲どんどんやりましょう。さっきのリンク先に行くとですね、歌手名検索とか曲名検索の他にジャンルボックスからも探せたりとかするんで、お気に入りの音楽どんどんやりましょう。聞くからやるに変えましょう。では早速行こうと思います。ちょっと見慣れないコード後で途中でしっかり解説しますんで安心してくださいよ。はい、まずはシンプル簡単バージョンからカイトやってみます。1、2、小さな氷みたい高く飛んでくカイト、離さないよギュッと強く握りしめてカイト、憧れ誰一番星のそばに、そこから何が見えるのか、ずっとしたかった。母は言った、泣かないでと。父は言った、逃げて。旅に止まない夢と空の青さを知ってゆく。風が吹けば歌が流れる。
口ずさもう体へ向けて、君の夢を叶えと願う、溢れ出すラルラリラ。どこまでも行こう、そして帰ろう、その人の繋がった先まで、風が吹けば歌が流れる、口ずさもう彼方へ向けて、君の夢を叶えと願う、溢れ出すラルラリララ、ラルラリラ、せーの、ギャラガンカイト、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。これはですね、かなり簡単バージョンにはしてるんですけど、ちょっとこのあたり見慣れないコードがちょっと出てくるんですけど、これね、すごい簡単にアレンジしました。ちょっと後で解説しますけれどね。で、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンでございまして、2番を大まかにこうカットしてるんですけど、あのコード進行変わらないですので、フルでやりたい方は自分でこうコードと歌詞書き足してやってみてください。よろしくお願いします。あとね、動画のテロップとなんとか一緒にできた方も自分で書いて自分だけの演奏でできるようにしてみるのがいいと思います。その時の参考になるようにガズのノートを、見ていただこうと思います。いきなり歌が始まりますね。最初このここの A メロのところが伸ばしてやって、ここから4つ弾きが始まりました。今のやつは、はい、これですね、歌ってみるとわかりますけど、前半はともかくこのサビんとことか歌のリズムがすっごい独特なんですよ。ノリが変わるというかね、転調もしてますしね。まずこれ一時停止でメモっててください。この辺はすごくコード進行としてはシンプルですね。はい。で、ちょっとご注目がここのところなんですけど、ここはですね、後半のかっこいいバージョンではこうやって弾くよということのこと、下にくるっと書いてあるのは後半のかっこいいバージョンでの弾き方なんですけど、後半はここワンブロックに4つ弾きますということでございます。はい、一時停止でメモってください。はい。で、ここが、ここからちょっと変わって C メロということにしてますけどね。はい。この辺がちょっとこうタタタタとか書いてあります。この辺もかっこいいバージョンでこう決めを入れていくということでございます。一時停止、ちょっと分かりづらい方はテロップと一緒に 見合わせてもらってもいいかもしれません。で、ここがその大サビでございます。このサビがね、このタイミング取るのがちょっと難しいというか、またいでる感じなんですよね、この小説を。この辺面白くて、やっぱもうさすがのね、米津玄師さんの雰囲気がもろ出てるな、かっこいいなというところでございまして、ここちょっと、で、ここの下にまたくるっと書いてあるやつは矢印マークなんですけど、これかっこいいバージョンではまたちょっと解説しますけど、ここシンコペーションのリズムを使ってやるんで、またちょっと難易度高くなるんですけど、やってみました。はい。で、これ D 星ってこうね、これ D の星ですよ。もうガズはね、これ星をね書いたりするのが苦手、矢印とか星とかその記号を書くのが苦手みたいで、ちょっと見づらいんですけど、すいません。で、ここはブリッジパートです。はい。嵐の中をかき分ける、この辺のところもすごい印象的なんでね、やってみます。これも相当簡単バージョンにしておりますが、この辺のコードね、F シャープマイナーとかちょっと見慣れないと思うんですけど、A とか、ちゃんと解説しますから安心してください。はい。で、ここ、最後こう溜めたりして、D マイナー伸ばしたりとか。この辺はちょっとね、動画でなんとなく雰囲気をつかんで、こことここはタイミングをちょっとこうフリーになっているところなんで、お願いします。で、ここやったらサビに戻るということで、サビにまた戻ってきて、ここに書いてある。最後は、ラストのところは、
ラルラリラを繰り返して終わったというのが今やってガズレレバージョンでございます。ちょっとテロップと、動画を確認して、やってみてください。で、出てくるコードなんですけど、まずね、シンプルコード、ここからいきます。C と Am と F と Dm、G7、E7、Em7。これはいつも出てくる入門コードなんですけど、まずね、これプラス今日は3つコードが出てくるんですよ。この3つ。なんですけど、この3つはね、普段あまり出てこないんで、まずこっちの解説から、こっちの解説、今、1、2、3、4、5、6、7個のコードが出てきましたけど、これはですね、ガズレレ必須コードといって、入門コードのグループなんですよ。まずここから紹介させてください。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、音楽やる上ではね、コードっていうのを覚えなければなりません。このコードっていうのは実はね、星の数ほどあるんですよ。でも、わーって思うんですけど、ウクレレで音楽を始めようと思っている皆様にとってはですね、ウクレレにとって、めちゃくちゃ便利で役に立って助けになってくれるコードを最初に覚えるのをお勧めいたします。それがこのガズレレ必須コードというグループになって、ガズレレではそう命名しているんですけれども、10個ぐらいあります。10個もあるのかと思うんだけど、1本指で押さえられるコードとか いっぱいあるんでね、覚え方の問題なんですよ。でもね、1個ずつは簡単だけど、10個いっぺんに覚えようと思うとちょっと大変。だから私が、ガズが、めっちゃわかりやすい動画をここにリンク貼ってみます。もうアップロードしてますんで、この動画で、覚えてください。すごい楽しく覚えられますから。その中の今日出てきた7個をまず基本に置いといて、じゃあこっから、普段出てこないコードの解説しますけど、これ超絶簡単にしました。まず A っていうコード。これは簡単ですからね。ちょっと言ってみますよ。A っていうコード。あ、今日ちなみにガズのわがままウクレレ、コンサートサイズ使ってます。やっぱりこう音の広がりが大きいというちょっと宣伝を挟みつつ、こことここを押さえるのが A です。はい。Am と A7 一緒に押さえるっていうコードですね。まあ、つまり。これが A。これは比較的簡単ですね。じゃあその次のコード。F シャープマイナーっていうコード。これでやって、これを解説しようと思うんですけど、A に1個足すって考えるんですよ。A って今こことここだったでしょ?ここに、ここを足すんです。こことここが A だって、ここを足す。そうするとこんな感じになります。これが1個の考え方。もう1個は G7 という入門コードがあります。こことこことここ三角形。この形のまま1段上に乗っける。この段違いなんですよね。こことこことここが G7 で、こことこことここ、F シャープマイナーだから、こう段違いで考えるといいと思います。これが今 F シャープマイナー。はい。もう一個。今日ね、とっておきのコードが、これなんですよ。この、D の星って書いてある。これ本当はね、D っていうコードがいいと思うんですけど、この D っていうのはちょっとね、いろいろ、押さえづらいっていうのがあって、どうしようかなと思って、初心者の方に押さえるやすいのどうしようかなって考えたんですけど、この D 星っていうコード、これ別名 A サスフォーとも言うんですけど、これ見てください。A とこれもほぼ、一個違いなんですよ。ちょっとやってみますね。D の星っていうのは、つまり、こことここの、こことここで、こことここ。こうやって押さえちゃうと、ちょっと開放的な音。本当は D っていうのはね、こことこことこの3つ押さえたいんですよ。この3つはちょっと男性だとここ指がね3つ入らないし、指こうやってバレで押さえると1弦浮かさ、ここの隙間1弦だけ開けたいとか、ちょっとね、これ初心者の人いろいろ考えると難しくて、これベテランでもね、ウクレレにおいては D はね、結構やっぱり、皆さん結構、自己流っていうかどうしようかなっていうことも多いと思うんですけど、ガズの場合はもう全部押さえてこうやって、こういうのをおすすめしたりとかもしてたんです。一弦を一弦と5フレット押さえちゃって制覇とか。なんだけど今日は、響きも良くて押さえるのも簡単な D 星というコードを使いたいと思います。これ別名 A サスポートも言いますけど、まあ D 星でいいでしょう。これは D に近いと思います。これを使ったんで相当簡単バージョンになりましたということでございます。はい、よろしくお願いします。というわけでですね、今日はシンプル簡単バージョンでもこの3つのコードが出てくるんで、ちょっと難易度高く感じるんですけど、今の解説をしたように、ちょっとこう意識すると簡単にできると思いますんで、シンプル簡単バージョンは楽しみましょう。さて、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはいろんな弾き方で出てきます。まずね、A メロの、A メロは伸ばして弾きますよね。で、B メロって言ってるんですけど、まあ A メロ2番みたいなところです。ここはガズペジオという弾き方でやろうと思います。こんな感じ。未来はタントンタントン、これガズペジオって、これねアルペジオよりちょっとこう力強い感じのやつでですね、C メロとブリッジパートのところ、 C メロっていうのはハーハーはいたっていうところと、ブリッジパートは嵐の中をというところはこんな感じ、ダンズンダンズンダンタンタン、わかる、アクセントがついてるんですよね。 C でやるとダウンピッキング、ゆったりとした、これ結構シンプルで簡単そうに見えるけど、こういう時に一番難しいんですよ。リズムが速くなりますからね。はーはーはー、いたー、
かないでと、こんな感じになって、ブリッジパートのとこもダウンピッキング同じような感じで、嵐の中をかきは、こんな感じでダン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 、はいはい、これダウンピッキングね、2箇所これ出てきます。で、今日一番大変なところはですね、やっぱサビです。サビではですね、この、これ、このマーク出てきますよ。この矢印マークはガズレレオリジナル表記で、リズムが前にスコーンと食い込んでいくシンコペーションというリズムを、これ、やってくださいという指示なんですけど、ちょっとこうテロップ見てください。サビのとこです。風が吹けばのところの E7 のところと A のところとかに矢印マークが書いてありますね。これをちょっと見ながら一緒にやってみましょう。ワン、ツー。風が吹けば、だったが流れる、だんだったん、だん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 だ。わかった、矢印のところでちょっと食い込んでくるでしょ、リズムが。風が吹けばダーン、ここです、ここです。次もダンダンパーン、ダンダンパーン、これね、これをチャオやりながらだから、ちょっとこう、まあ、すごいリズムがスコンスコンと前に食い込んでくる中で、歌はそういうのはあんまり関与しない感じでこうドーンといるんですよ。これ歌と一緒にやるタイミングがなかなかね面白いんですけど、リズムだけ見ると今みたいなシンプルです。歌を交えるとすごくこう脳トレ的要素が高くなる。この矢印マーク、このサビはで、ね、相当これリズムの強化になると思うし、できた時の満足感すごくいいです。大きくゆったりね、リズムが速くならないように、こう基本的にはやっぱりカイトですから、こうなんかこう空に羽ばたいてるイメージがやっぱいいと思うんでね。はい、そういうことで結構大盛りでございます。あ、それでさっきも言ったんですけど、このように、ワンブロックに4つコードが入るところとか、ここにもね、タッ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 、これは決めですね。これもテロップに書いておきます。これわかると思います。で、あとは最後のあの盛り上がるところのブリッジパートのところで、ここのところ、こういう感じがあります。D 星 E7 F シャープマイナーで、ここ、帰ろうってこうシンクロしてるとか、テロップに書いておきます。これ、この辺の感じでちょっと確認してみてください。で、ここら辺伸ばして、ここですね、さっきも言ったんですけど、気持ちよく伸ばして、またサビに戻ってというふうな、かなりこうスケール感の大きい、大陸的な、2020年東京オリンピックという感じでね、やっぱこうスケール感大きく、こう空に羽ばたくカイトのように、やってみようと思います。これはなかなかこの曲が深いでございます。はい。では、ガズレレ流、カイト。かっこいいバージョンやってみる。わ、小さな氷見た、高く飛んでくカイト、離さないよ、ぎゅっと強く握りしめて、そこから何が見えるのか、ずっと知りたかった。母は言った、泣かないでと、父は言った、逃げていいと。その度に口ずさもあなたへ向けて、君の夢を叶えと願う、溢れ出すラブラリラ。嵐の中をかき分けてゆく小さな影、越えてどこまでも行こう、そして帰ろう、その人の。ワン、ツー、スリー、つながった先まで、風が吹けば流れる、口ずさも彼方へ向けて、
君の夢を叶えと願う。あふれ出すラブラリラ、ラブラリラ、ラブラリラ。ということで、カイト、アーカイブアップロードを皆さんシェアさせていただきました。これいいですよ。ちょっとね、難しいコードですけど、よく見ると、簡単になってますんでね、じっくりゆっくり心を込めて歌っていってくださいませ。はい、よろしくお願いします。続いてお知らせとしては、このガズのわがままウクレレ、ちょっと前に募集した分は ありがとうございます、完売に なってしまいました、ちょっと検討しているうちになくなっちゃったって方いらっしゃると思うんですけど、毎月1回程度なるべくこの出せると思うんですけど、今ベトナムとまたやり取りして、どんどんそうやって、皆さんにもこう手に取っていただけるように邁進しておりますので、よろしくお願いします。今ご購入していただいてお待ちになってくださっている皆様、お待たせしておりますが、進めておりますので、ご安心くださいませ。よろしくお願いします。あとは、どんどんお知らせをしますけど、これ、ガズレシピ。これ、ガズレレのアプリです。楽譜が見れるアプリ。スクロール、自動スクロール機能とか、メトロノーム機能がついてて、今、100曲ぐらいのね、多分、曲、あ、じゃね、80曲ぐらい、どんどんこれも増えていきますんでね。これ、無料版もありますんで、皆さんのスマホやタブレットに、ぜひとも入れておいてください。あとはですね、いろいろあるんですけど、あ、これがあるな、これ。このガズの出している本。この書籍。これがもう大ヒット中でございます。皆さんもお手に取ってくれたでしょうか。シンプル簡単バージョンですけど、100曲100曲と。あと、初心者様にはこれがおすすめ、緑の本。これがですね、もうこの3冊で、トータル9万部に迫る勢いのこの、発行部数になってまして、もう本当に皆さんご活用くださってどうもありがとうございます。どんどんこれを、こういうのをね、使って楽しく音楽していきましょう。あとはこのいつも使ってるウクレレについてるストラップ。これマイハニーがハンドメイドで作っていたりとか、キャップ、T シャツ、あとはこれがリュックサック。これもですね、もうこのリュックサックがですね、まあまあ私がデザインしているんですけど、これウクレレが入るリュックサックなんですよ。ここにガズレのプリントが、ブラックにブラックプリントであるんですけど、ここにハンドルがついて横持ちでも持っています。そしてこれ中開けると、このちっちゃいポーチ、脱着型のポーチでチューナーを入れたり、カップを入れたりとか、あとティッシュ入れたりとか、あとこっちを譜面台が入るカバーがついています。これ脱着可能なんで、必要なければ外して何かに使っていただいてもいいし、これをウクレレはね、コンサートまで入るんですよ。でももちろん楽器用なんで、こう生地もすごく分厚くてしっかりしてますんでね、ぜひこれもご活用ください。そんなことはね、ガズレレドットコムだな。まあ、ここ見てもらうともういろんなこと書いてありますね。はい。そしてね、ガズレレではもう本当にいろんな最新情報がもうボコボコ立ち上がってますんで、まあ、このガズレレホームページでなんか逐一チェックしてくださると、とってもありがたいんで、よろしくお願いします。はい、そういうわけでこのちっちゃいウクレレで楽しい音楽人生、音楽のある日常っていうのが、これがまあ最高の豊かな時間でございます。本当に楽しんでいきましょう。いつもガズレレ YouTube チャンネルご覧になってくださってありがとうございます。はい、また会いましょう。さようなら、バイバイ。